アーセナル時代、サミルナスリは、フランス共和国ブルシュイコールデュローヌ県、マルセイユ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。元、サッカーフランス代表。マルセイユ2004年、UEFAU-17 欧州選手権に、フランス代表として出場。決勝では勝ち越しゴールを挙げるなど、優勝に貢献し脚光を浴びる。同年、 ユースキから所属していたオリンピックマルセイユと3年間のプロ契約を結び、9月12日の FC 訴訟戦でリーグアンデビュー。11月にフィリップ・トルシエが監督に就任するとレギュラーに抜擢される。チームは不信を極め、トルシエも2005年5月に解任されるが、ナスリはその後もマルセイユの司令塔として4シーズンにわたってプレーした。 アーセナル2008年7月11日、1200万ポンドの移籍金で、プレミアリーグのアーセナル FC に移籍。8月16日の開幕戦はエストブロムイッチ、アルビオン戦で、プレミアリーグデビューを果たし、開始わずか4分で、初ゴールを記録。このシーズンは主に左サイドハーフを務め、6ゴールにアシストを記録した。2009から10シーズンは、 夏のキャンプ中に右肥骨を骨折し、シーズン序盤戦を欠場したが、10月に復帰すると安定した活躍を見せ、34試合に出場した。3年目の2010から11シーズンは自己最多の10得点を決めた。マンチェスターシティ2011年8月24日、4年契約でマンチェスターシティ FC へ移籍。移籍金は2500万ポンド。 8月28日のトッテナムホットスパー FC 戦では3アシストを決めた。シティでは毎年のようにやってくる大物たちにポジションを脅かされ続け、時にはスタメンを失うこともあったが、シルバとの相性の良さやシルバ不在時には貴重な、ひらめきを持った存在として、存在感を示した。13から14シーズンのプレミアリーグ最終節、ウエストハムユナイテッド戦。 この試合勝てば優勝が決まるという大一番では先制となるミドルシュートを決めた。14から15シーズンの CL グループリーグ最終節の AAS ローマ戦では点が入らなければ敗退という厳しい状況の後半ドリブルでマークをずらし強烈なミドルシュートを叩き込み大逆転での突破に導いた。セビージャ2016年8月31日 遺跡期間最終日でセビージャ FC にレンタル遺跡が発表された。セビージャ在籍中の2016年12月、滞在先のアメリカでビタミンを主原料とした栄養剤 500ml の静脈注射を行ったが、世界アンチドーピング期間は摂取量は6時間あたりで 50ml と定めており、ナスリの使用理由も例外条項には当てはまらなかったことから、 欧州サッカー連盟は、セビージャの申請を却下して2年間の出場停止処分を決定したが、ナスリ側がスポーツ仲裁裁判所に提訴したため、2018年2月まで、係争中となる。シーズン終了後、セビージャは、完全移籍に必要ない責金2500万ユーロと、ナスリの高額な年俸を負担できず、完全移籍オプションを行使しなかったことから、 マンチェスターシティへ復帰した。アンタルヤスポル2017年8月21日、トルコのアンタルヤスポルに移籍。契約期間は2年間。しかし満足な出場機会を得られず、2018年1月31日に、双方合意の上で、契約解除、わずか5ヶ月で退団した。ドーピング違反による、出場停止新たな移籍先には、 FC ポルトや UD ラスパルマスが浮上していたが、2018年2月、競争中であったセビージャ在籍時代の静脈注射についてナスリ側が提訴していた、スポーツ裁判所は当初、UEFA が提示した2年間の出場停止処分を軽減した6ヶ月間が妥当との見解を示し、これを受けた UEFA によって、ドーピング違反により6ヶ月間の出場停止処分を、課された。 ウエストハムユナイテッド2018年12月31日、ウエストハムユナイテッド FC とシーズン終了までの契約を結んだ。2007年3月28日の国際新前試合オーストリア戦でフランス代表デビュー。フリーキックからカリム・ベンゼマの決勝点をアシストし、勝利に貢献した。同年6月6日のジョージア戦で代表初得点を記録。同年 リーグアンは家庭年間最優秀賞を受賞した。ユーロ2008では最年少メンバーとして代表入りするが途中交代での2試合出場にとどまった。クラブでの活躍から2010フィーファワールドカップも代表入りが期待されたが予選からほとんど起用されることがなく本戦の代表候補30人にも選出されなかった。これはナスリにユーロ2008において チームの輪を乱した過去があったことから、デーモンドメネク監督の信頼を得られなかったためと言われている。2010年にローラン・ブランが代表監督に就任すると、再び代表に呼ばれるようになる。ユーロ2012では予選からレギュラーの位置を確保。本戦においてもグループリーグ初戦のイングランド戦で同点ゴールを決める活躍を見せたが、決勝トーナメント1回戦で、 スペインに敗退。試合後には記者に対して暴言を吐くという騒動を起こした。2014FIFA ワールドカップではメンバーに漏れ、8月9日に代表引退を表明した。その際、フランスサッカー連盟とディデイ・デシャンフランス代表監督を批判した。デシャンはワールドカップのメンバーにナスリを選ばなかった理由についてナスリが控えに回ると不満を漏らすことによって、 チームの雰囲気が乱れることを懸念したためだと明かしている。主にトップ下やサイドハーフとしてプレーする攻撃型ミッドフィールダー。17歳でオリンピックマルセイユのレギュラーに19歳でフランス代表に選出された。ボールコントロール、テクニックに優れ、ハードワークを厭わないプレイスタイルはアーセンベンゲルから高い評価を得た。そのプレイはもとより両親が アルジェリア移民、マルセイユ出身など、共通項が多いことからジネディーヌ時代と比較されることが多く、時代2世と呼ばれるが、本人の憧れはロベール・ピレス。時代の後継者と評される一方で、ピッチ内外で批判を受ける行動を見せることも少なくない。2008年8月30日の入ッするユナイテッド FC 戦では、ジョーイ・バートンから、 強烈なスライディングタックルを受けたことに憤き通り、報復するような形で、バートンを後ろから倒して、イエローカードを受けた。この試合を最後に、ニューカッスルの監督を辞任したケビン・キーガンは、ナスリの行為を通列に批判した。また、ユーロ2012においては、初戦のイングランド戦でゴールを決めた際に、レキップ氏の記者に対して、黙れというジェスチャーをして、物議を醸した上、スペイン戦で、 チームが敗退した後にも記者に暴言を吐き、フランスサッカー連盟の会長から苦言を呈された。この問題はメディアに大きく取り上げられ、事件後にレキップ氏が行った読者アンケートでは、56%がナスリのフランス代表からの追放を望んでいるという結果が出た。ありがとうございます。